日増しに悪化する交通事情。一瞬のうちに大きな十字架を背負った加害者。張り巡らされた鉄条網。千葉県の丘陵地帯に位置する市原刑務所は唯一の独立した交通刑務所である。この中にはおよそ400人の交通事故による禁錮受刑者が収容されている。高い塀に囲まれた一般の刑務所とは違い、比較的自由な雰囲気の中で矯正教育が施されている。だが束の間のミスで走る凶器と化してしまった車、そして被害者の顔が、罪の意識が重くのしかかってくるという。規則正しい生活、新しく入所してきた受刑者には徹底的な事故の分析と運転適性検査が行われる。しかし彼らの半分以上は不適格者だという。出所後、車の運転をやめる運転手のために新たに職業訓練が行われる。刑務所での楽しみは月に1回の面会日だ。それにしても残された妻子の生活が一番気にかかる。ある受刑者は、やはりうちのことが一番心配になりますね。それから被害者には、誠に申し訳ないんですが、被害者のことよりもこれから自分が出生してどのように生きていくかということが一番考えるもとになります。反省のひとときだ。だが刑務所で無事刑期を終えて出所しても、まだまだ民事上の大きな問題が残され、一日も心の安らぐ時がないという。今日も終わった。そしてまた明日も彼らはひたすらに更生への道を歩み続けていくのだ。